岡田山古墳は、島根県松江市、大草町の第一条にある7期の古墳からなる古墳群。古墳群だが、岡田山古墳という名称で、国の史跡に指定されている。北側の1号墳と南側の2号墳及び5期の小規模な古墳からなる。1号墳は、長さ約24メートルの前方後方墳で1915年に発掘調査された。内部構造は、 全長5.6メートル、高さ2.2メートルの片袖形横穴式石室に、業界画による組合式の家型石棺を置く。蝶乗り駒子の名を有する内向家門鏡、装飾大刀、銀冠、近藤丸玉、靴は、倉金具、渦、辻金具、鈴、須駅などが出土した。特に遠藤大刀は1983年になって、X 線撮影の結果、 刀身に各伝説神の銀像岩銘があることが確認された。また、五感器の中国製とみられる内向家門橋には長子孫の名分が見える。1号墳出土品は1985年に一括して重要文化財に指定されている。2号墳は直径43メートル、高さ6.5メートルの円墳。中腹に石列が確認でき、 埴輪とみられる小片が確認されているが、発掘調査は行われていない。1915年に発掘された1号粉、出土品の一つであった、円筒大島は、その後、刀身の先端部分が破損し、1983年になって、岩合寺文化財研究所が、保存処理を行うことになった。その際に、X 線を当てたところ、銀像岩の名分が見出された。 現在確認される部分は12文字だけであり、各伝説神の多数文字が確認できるだけで、他は解読不能もしくは困難で文章の全容を解読するには至っていない。また、破損部分にも文字が記載されていた可能性もある。ぬかたべの神は、出雲国風土器にも登場する豪族で、死の記載としては、墨田八幡神社人物画像境の次に古く。 武士の記載された事物としては、日本最古にあたる。名文は、以下の通り、AB 岡田山古墳マイナス国指定文化財等、データベースハット AB、出雲岡田山古墳出土品、松江市。2021年5月10日閲覧。出雲岡田山古墳出土品、マイナス国指定文化財等データベース、岡田山一号墳出土台等、国史大辞典16巻。 国指定文化財一覧、島根県、2021年5月10日へず覧、ありがとうございます。